様、なぜこちらを見ている？さては貴様、人間だな。人間はこの世界にはいらん。これでお前はもう人間ではなくなった。自分の姿を見てみろ。鳩にしてやったぞ。というわけで僕は有翼の英知ナドゥ、こんにちは。そう、僕はね、動物が大好きなんだ。そうだから今日はマジック・ザ・ギャザリングの最新商品ブルーム・バローの世界をみんなと一緒に見ていこうと思う。ブルーム・バローは最高だぞ。なぜならちっちゃなお友達がいっぱいいるからな。とっても癒されるな。癒される。で、僕のことを知らない人のためにね、僕の説明をしよう。そう、僕ナドゥはね、仕事をしていて、そう、この手袋をこう、つけたり、そう、つけたり外したり、またつけたり外したりで、終わったら隣の彼にもね、つけたり外したりして、で、次はお前の番だ。そうやって手袋をつけたり外したりして生活しているんだ。だが、この仕事はなんか詳しくは言えないが、もうじきなくなりそうな気がするんだ。そうだから、新しく仕事をしなきゃと思って YouTube を始めたんだ。ぜひチャンネル登録していってね。そう、この動画シリーズでは、この最新セットブルームバローのカードをもう語りに語りに語っていくから、みんなの応援とかチャンネル登録ないと、こんな息苦しい世界では生きていけない。だから、どうかみんな最後まで生温かい目で見守ってほしい。大丈夫かな？じゃあもう早速カードを紹介していくね。で、今日のカード紹介、まずはね、なんか誰か喋ったか？気のせいか。気のせいだった。じゃあ早速今日のカード紹介していこう。まずは白のカードから紹介。で、白のカード、まず1枚目、ソーサリーカード、飛び込めです。うさぎさんが可愛いね。まあ、3マナで11のうさぎトークン3体生成というので、まあ、シンプルだけどなかなか強いデザインだと思う。そもそもね、3マナでクリーチャー3匹生成って結構ないんだよね。2マナで2体ってカード多いんだけど、やっぱ3マナで3匹生成すると横に1個並ぶ速度がね、変わってくるから、なんか全体強化とかした時に得られる恩恵が相当大きいので、まあ、記憶に新しいのだと、赤のさ、軍属わらべの突発だっけ？まあ、ゴブリン3匹生成するみたいなやつが、まあ、過去活躍してたけど、まあ、どっちかっていうとね、3匹生成は白とかの方が全体強化の恩恵受けられるんで、僕はこのカードすごく強いと思うな。シングルシンボルだから使いやすいし、リミテッドでも大活躍だし、構築でも、そう、今回ね、ウサギさんだとか、ハリネズミさん、違う、ハツカネズミさんか。君たちも知らない新しい動物を紹介してしまった、そのハツカネズミさんとかを強化するようなカードがたくさんあるんで、多分セット全体のね、その恩恵とかを受けて、このカードはきっと跳ねるんじゃないかな。というわけで、アンコモンカードだけど、早くもとても強そうなカードが出てきた。で、次のカード。で、次のカードは、跳ねる春、ベーザ、神話レアだよ。神話レアの鹿さんだ。4マナ4号で戦場出た時に、対戦相手が俺よりも土地をコントロールしてる場合は宝物が出てきて、対戦相手がライフを多く持ってる場合は4点回復して、対戦相手がクリーチャーをコントロールしてる場合は青の11魚が2体生成されて、相手が手札多い場合はカードが1枚引けるってので、まあ、自分が負けてる分得られるアドバンテージがあるというカードだね。まあ、白の清見た援軍内蔵のクリーチャーみたいな感じなのかな。まあ、清見た援軍と違って、まあ、最低限4マナ4号っていう生物が保証されてるので、まあ、だいぶ強いんじゃないかな。まあ、ただ、そのなんか負けてないと恩恵受けられないので、これフルフルに全部勝ってたら4マナ4号バニラで終わっちゃうから、まあ、そこがどう出るかだよな。まあ、一応清見た援軍が3マナで最大6点と3体トークンとワンドローだったから、まあ、それ考えたらね、4マナ4号っていうサイズにこのおまけはね、もうぶっ飛んでますね。そう、ランド負けてる時に宝物っていうなんか新しいアドバンテージまで得れてるんで、まあ、その後手か先手かで大きく強さ変わるんじゃないかな。これ先手の時にメインボードから入ってたら、もう大体何にも得られないで終わっちゃうから、まあでもドローはできるのか、その場合先手だったら。まあ、というわけで、跳ねる春、ベーザー。まあ、個人的には結構好きなデザインだけど、多分世間的にはなんかあんまりなんじゃないかな。めちゃめちゃ強いカードだと思うよ。なんか20年前にマジックやってた君とかだったらさ、これが弱いわけないだろみたいな思うかもしれないけど、昨今のマジックは厳しいんだ。どっちかっていうと、なんかその、なんかスタンとかパイオニアとかさ、もう急げーって感じだからさ、なんかその攻防のやり取りがあるフォーマット、下に行けば行くほど強いんじゃないかな、どっちかっていうと。なんか俺はあんまりって感じだったけど、対戦相手1人がだから、まあ統率者とかで出すと、まあ、いずれかの人間がさ、いずれかの条件達成してるから、そうだね、個々に1個ずつ別になってればいいから、他人数戦とかに持ち込んでも強いんじゃないかな。そう、ターゲット1人選んでそいつに全部負けてるかどうかじゃないからさ、だよな。
だから、まあ、コマンダーとかでは結構、まあ、入れておいて損ないデザインなんじゃないでしょうか。で、次のカード。で、次のカードがこれ新しいメカニズム持ってるカードで、花足の剣豪でございます。1マナ1、2で神聖2マナと。こいつ、唱えるに際して追加に2マナ払ってもいいと。で、そうした場合は、クリーチャーが戦場に出てくるっていうので、まあ、1、1で能力据え置きで、まあ、ちっちゃくなった彼が出てくるっていうメカニズムですね。だから、まあ、イメージ的には子供が生まれるみたいな感じなのかな。で、唱えるに際して2マナ払っておいたから、まあ、カウンターとかに強いね。まあ、打ち消されないでどっちかが出てこれるから。まあ、っていうので、青のコントロール手段に対してものすごい有効な能力。で、さらにこいつ新しいメカニズムもう一個持ってて、勇士って言って、呪文能力の対象になった時に誘発する能力で、まあ、こいつの場合だったらプラ1プラ0と。で、勇士自体が、最初の1回目にしか誘発しないっぽいんだよね。だからその趣向つけまくって永久に勇士みたいなことはできないっていう。だから最初の1回しかできないので、まあ、ただ能力でもいいから、過去にあったテイロスの英雄敵とかよりかははるかに使いやすくなってるかな。そうね、今回セット全体通して、なんかそのタップでパワー修正与えるみたいなクリーチャーがどれだけいるかとか、まあそういうところに関わってくるんじゃないかな。1マナ1、2で20カネズミ全体プラ1プラ0だから、まあこの新生で生まれたやつもサイズ上がるんで、そうですね、なんか20カネズミウィニーみたいなのが生まれるといいなと僕は思ってるよ。で、次のカード。で、次のカードはモズ部隊。3マナ1、3で飛行2段攻撃警戒。まあ飛行2段攻撃警戒以外の何者でもないけど、まあ飛行警戒が基本的にさ、まあ回避能力持っててブロックできるってので強いから、それ2段攻撃あったら、もうパワー修正とか入った瞬間に結構ゲームエンドカードになりますね。今回装備品とかどれぐらいあるかわかんないけど、一応今回の物語のその主人公のお母さんいたじゃん。20カネズミのお母さんは、なんか伝説の武器、その戦場に出してたから、なんかそれ見ると武器も結構あるんかな。あとスペシャルゲストで人氷の剣とかあったから、人氷の剣こいつ持ったらもう地獄ですね。人氷の剣で2段攻撃で打点入ったら2回誘発するからね、2点ダメージとワンドローが。だ回避能力持ちのまあ2段攻撃って、まあ、そのスペシャルゲストの人氷の剣がまあ相当出づらいけど、こっちは出るから、だからファイヤー&アイスだけまあピックできたりしたら、あとこれも手に入れて無双状態に入るみたいな、そういうことができるかもしれない。まあとりあえずまあリミテッド用カードだね。ただリミテッドは超強いと思う。で、次のカード。で、次のカード、最悪の追い返し。2マナのインスタントでパワーかタフネス4以上のクリーチャーを破壊すると。まあなんか大物潰しみたいなのが、そのパワーでもタフネスでも参照できるようになったから、ちょっと強いんじゃないかな。大体ね、この手のなんか4以上破壊するみたいなやつって、結構リミテで腐るんだよな。そのすごい強いやつを倒せるカードっていうことでいいんだけど、なんかそのパワー3の飛行とかさ、パワー2のものすごい強いシステムクリーチャーとかに触れないから、まあ過去のさ、経験から基本的にはなんか4以上のやつ破壊する系は弱いんだけど、まあ2マナでしかもパワーでもタフネスでも参照できるから、まあそれ考えたら強いんかな。ただまあ過去の経験からこの手のね、4以上を殺す系はね、微妙なんだよな。で、逆に3以下を殺すとかの方が使い勝手いいんだよな。脅威になるのはデカブスだけど、常日頃戦場にいるのはちっこい版なんで、なんか黒でその3マネ以下破壊とかさ、ああいうののやつの方が使い勝手がいいっていうのがなんか常な感じがする。だからまあ、リミテでも微妙な気がするけどな。ただ2マナで打てるから、まあ、シェオル対策とかでスタンダードとかに使われるかなっていうのがちょっとあるかっていうカードでございました。まあ、動いてなくてもいいからね。その立ってるやつそのまま消せるから良いんかな。で、次。で、次のカード、レアのカード、警官の冒険予備。こいつね、結構強いんだよな。2マナ2、3で、ウサギ、コウモリ、鳥、ハツカネズミであり、これでない一体が戦場で出るたびに戦術1と。で、俺がコントロールしてるウサギ、コウモリ、鳥、ハツカネズミであり、これでない全てが全体プラ1プラ1っていうので、まあ2マナのロードっていう、基本的にマジックにおいてその強いとされてるロードで、で、そのロードの修正与えられるのがかなり広いのよ。そう、だからね、部族何個分？ 1、2、3、4。だから4個のその部族に対してプラス修正与えられるから、だからね、なんかロードとしてはめちゃ強いんだけど、そのマジでバズってないマイナーロードなんだよね。だそれがどう出るかだよな。ただね、この手のロードは、なんかどっかのタイミングでね、跳ねそうなんだよね。例えばそのなんか鳥をめっちゃフィーチャーしたセットだとかさ、あとなんだろう、まあ、20カネズミフィーチャーしたセットみたいなのが出た時に、まあ今か。今とかになんか跳ねる可能性があるから、2マナ2、3で戦術できてロードでっていうので、そうだね、なんかもうめちゃめちゃ強いポテンシャルの塊だと思うから、こいつは結構注意深く見ておきたいかな。なんか気づいてないだけ、なんかエルドレインのカードとかも結構20カネズミとか多かったから、なんか見直すきっかけにもなるかもしれない。警官の冒険予備でした。俺は超強いと思う。で、次のカード。で、次のカード、救済の白鳥。
4733瞬速飛行で、なんか修復点みたいだな。てか名前もちょっと似てるな。救済の白鳥やあなたがコントロールしていて、これでね、鳥一体が戦場出るたびに、あなたがコントロールしていて、飛行を持たないクリーチャー一体を対象として追放する。で、次の終了ステップ開始に飛行カウンターに乗った状態で戦場戻ってくると。あ、なるほどね。あ、で、こいつ出た時でも誘発するんだ。こいつから、鳥が出るたびに、その、ブリンクが発生するっていうので、まあ、結構簡単にブリンクしまくれるし、で、ブリンクから帰ってきたら、飛行を得るんだ。まあ、4マナ33飛行で、まあ、除去一発かわすだけでもそんな悪くないし、で、その後飛行するわけでしょ。まあ、修復点が、そう、修復点とどれぐらい違いがあるかだね。修復点がまず、その4マナ34で、まあ、ブリンクだけでさ、まあ、過去めちゃくちゃ活躍したから、だからあれがそのスタンダード、パイオニアで使えるって考えたときに、どうなるかなんじゃないかな。修復点ってね、多分今、パイオニアできてもそこまでプレイアブルじゃないと思うんだよな。だからその飛行カウンター得れてっていうのと、あとその後続の鳥でもブリンクが発生するっていうので、まあどうなるかかな。あと即座に帰ってこないのは結構でかいね。終了ステップ時だから、まあよく言えばラスゴとか逃げれるけど、なんかそのブリンクさして起こしてブロック行くみたいな、なんか無茶な挙動はできないんで、まあ全体通してみると修復点より弱いっていう感じなんじゃないかなと思うけどね。まあ基本的にちょっと微妙かな。あとその CIP で優秀なやつがいたらまた別だけどね。それこそあのスラグ牙とかさ、あの刃の接合者みたいな、まあそういうのがいたらまた変わってくるけど、まあ多分ちょっと微妙よりなんじゃないかな。うん、その時代的にね、昔だったら超強いと思うよ。そうだから、まあ鳥さんは大好きなんだけどね、ちょっと僕はって思ったかな。で、次のカード、で次のカード、これ神話レア、スワノの先導者。スワノの先導者ね、これ名前かぶってんだよな。一応ね、過去にスワノの先導者いるんだけど、漢字が違うんだよな。その先導の線が違うっていうので、まあ、マジックやっぱりさ、そのカードゲームだからさ、なんか時々さ、ミスって、名前あの、被っちゃったってやついるんだけど、まあ、こいつはね、被ってるんだけど、漢字が違うっていうので、まあ、ギリギリセーフなやつですね。まあ、4マナ44で、新星が2マナと。で、こいつね、新星になると、トークン途端に可愛いんだよな。なんか、あの、元の姿はさ、ずんぐりむっくりのウサギだけど、まあ、ウサギってでもなんかずんぐりむっくりしてる感じがするから、まあ、これあのウサギっぽくていいなって思うんだけど、その神聖のトークンのウサギはもうファンタジーのウサギなのよ。こんな可愛いやついないじゃんみたいな。なんかあれはね、なかなか癒されて、あのままの君でいてほしいと思ったけど、まあでもウサギってちょっとこれふてぶてしい感じがあるから、こっちの方がウサギっぽいっちゃっぽいんだけどね。まあそんな話はさておき、まあ4マナ44でアタックするたびに以下から能力1個選べると。で、白の11がアタック状態出るか、ターン終了時まで全体プライチっていうので、まあ、こいつがアタックしなくてもいいから、まあ、出てきた瞬間に恩恵得られるっていうので、まあ、エーデリンみたいな感じなのかな。まあ、エーデリンとほとんど同じ感じかな。出てきて、他が殴って、11が一緒に殴ってくれるっていうので、で、神聖があるんで、まあ、終盤そのカウンターとかにも強い上に、神聖で2個出たら、まあ、全体プラ2とかさ、まあ、11トーク2匹とかもできるんで、そうですね、まあ、スワナの先導者、まあ、神話レアかっていうとちょっと怪しいけど、でもなんかレアっぽいけどな、このデザインだったら。昨今のマジックのカードから言ったらね、なんかそこまでって感じはするから、あんま強くないかな。そう、6マナの開始のアクションとしては、まあ、そのマルチに選べるから、6マナ相当の強さかっていうと怪しいところではあるけど、ちょっと神話レアかっていうと微妙い感じがしますね。その全体強化とかも、そのなんか6マナ目とかまでさ、そのなんか横並びのデッキが生きてるって未来あんま考えらんないから、ちょっとなんかレンジがいまいちわからないデッキになってしまいそうなスワノの先導者でした。ちょっと微妙な感じがするな。なんか今んところ微妙としか言ってないやつ大丈夫か。あのブルームバロー自体はね、イラストはめっちゃ好きなんだよ。なんかめっちゃ好きだけど、でもカードも別に弱くないと思うんだよな。なんか今たまたまちょっと微妙いのに当たってるっていうだけなんかな。あとこのナドゥーが、そう、このナドゥが強すぎるっていうのがあるから、ちょっとそこみんなあの、加味して動画を最後まで視聴してほしい。で、次のカード。で、次のカードは、勇敢族の二人組。勇敢族って名前おもろいな。勇敢族の二人組は1マナ11で、2匹いて11なのか。で、1マナタップでクリーチャー一体対象としてプライチプライチ修正で起動は操作でタイミングのみと、うわぁ、なんか微妙。これ1マナいるんだ。まあ、今回その、さっきやった勇士っていうさ、ターゲット取ったらプライチとかなんかあんじゃん。あれあるから、その勇士とのシナジーがあるからこういう内容なんだろうな。だからね、普段のセットだったらこんなん1マナ11でタップでプライチくれてもいいぐらいなんだけど、まあ、今回そのシナジーの関係もあってリミテッド用にちょっとその弱めに設定されてるっていう感じなんでしょうね。まあ多分これね、リミテで結構強い気がするわ。その恒久的に勇士与えられるカードって、
多分まだカード全貌出てないけど、その有志誘発でとんでもないこと起きるような神話レアとかレアとかもいるだろうから、まあその有志装置として使えそう。ただ起動は操作リー限定なんで、ちょっとそこがネックですね。で次のカード、で次のカード、人参ケーキ、めちゃくちゃまずそう。何これ、うわーやば。てか多分ケーキじゃないだろう、普通にサラダの味だろう。人参ケーキ2マナ11で、違う2マナ11じゃないわ、2マナ出た時に11のトークンが出てきて、サクっても11のトークン出てくると。でさらに戦術1もできる。で2マナでまあ食べ物なんで、サクってゲインもできるっていう。ちょっとごめん、人参ケーキのイラストのインパクトがでかすぎてちょっと効果パッと入ってこなかったわ。あーまあなんだろう、でもなんかそのポテトサラダっぽいよなこれ、味食べたことないけど、甘いとはとても思えないんだけど、どうなんだろうね。まあ、2マナで、まあ、合計4マナ払って11、2匹と、まあ戦術2回あんま強くなさそうだけどな。ただそのサクるのがなんかこの地震の起動型能力じゃなくて、何かのそのコストとかでサクったりすると、まあ美味しくトークンも出てきてコストにも当てれるっていうので、まあ、使い方次第なんかな。古文のカードなんで、なんかパウパーとかで使い道あったりするんだろうか。ちょっとまあ今のところ何とも言えない、イラストのインパクトだけで食っていくカードですね。で次のカード、で次のカード、お別れの突風。これもね、今回の新しいメカニズムでなんか贈呈ってのがあるのよ。これ唱えるに際して、その贈呈をしてもいいのよね。だからこれの場合だったらタップ状態で魚の11が出てくるっていうのを選んでもよいと。でトークンでないクリーチャー一体対象として追放して、その贈呈してた場合はもうそのまま帰ってこないんだけど、贈呈してなかった場合はその追放したやつがプライチカウンター乗っかって戻ってくるっていうので、まあなんだろう、まあ自分のクリーチャーにやる場合は、てか自分のクリーチャーにやっても贈呈してもいいのか。そうだね、待って待って、贈呈の場合は対戦相手が一人贈呈されるから意味ないのか。贈呈は必ず対戦相手に行くもんなんで、だからまあこの場合だったら11を対戦相手にあげて、その永久にそいつ帰ってこないか、贈呈しないで、まあ、ブリンクで済ますっていうので、なんかこれ結構なんか特殊なメカニズムだな。まあ、一応自分に打つ場合は基本贈呈しないで、そのブリンクしてサイズ上げるっていう使い方、まあ、除去から避けたりだとか、あとサイズ上げることによってまあダメージレース優位にしたりとか、まあ、そういうのに使うし、まあ、対戦相手のクリーチャーに使う場合は、まあ、基本贈呈して11上げるから、もうその超強いのを抹殺させてくれよみたいなやり取りになるんじゃないかな。結構強いんじゃないかな。なんかね、そのブリンクをモードで持ってるって意外と強くて、普通に2マナで、まあ、除去として放ちつつ、まあ、もしもの時は自分のクリーチャーブリンクしたりみたいな選択肢がね、あるのはなかなか強いんで、なんかね、パッと見た感じは、なんかそのちょっと相手にアドバンテージ上げちゃう除去だなっていう印象だったけど、そのブリンクの方でも使えるって考えたら結構強い感じはするかな。ただ白ダブシンっていうので、そこがネックですね。ただ意外と強そうな感じがする。うん。で、リミテッドは、やっぱりね、なんでも、しょれるとはいえ、11でもね、1回あげちゃうと、まあ、そのこっちのタフ1とかの牽制にもなるし、まあ、チャンプブロックとかで時間も稼がれるんで、だいたいそこまでは強くない印象だけど、まあ、どうなんだろうな。なんか構築目線で強そうなカードだと思った。というわけで、まあ、贈呈っていうね、新しいメカニズム、結構おもろいので、なんか今後のレアとか神話レアにも期待したい。で、次のカード。で、白のカード以上か。てか、白多かったな。うん。マジックでフリマならアルプラで、続いては青のカードの紹介で、青のカード、まず1枚目が、まあ、今回のバンドルのプロモカードにもなってるカードで、稲妻罠の狂連射でございます。2マナ12で神聖4マナとっていうので、神聖がね結構重いんだよね。でこのクリーチャーが戦場出た時にライブラリーの上からカード4枚見て、そっから土地でもクリーチャーでもないカード1枚探してきて、まあ、ハンドに加えて残りがライブラリーボトムっていうので、まあだからね、なんかアドバンテージ稼げるカードなんで、もう1アド取るんだったら神聖は重く払えっていう、まあそういうデザインですね。だ申請のなんかトークンが特別ななんか恩恵受けられるわけじゃないから、そうね、ただ2マナで12でライブラリートップ4枚から1枚カード持ってこれるっていうのはかなり強いんじゃないかな。まあ土地とクリーチャー以外だから結構幅広で、かつ掘れる枚数も4枚になったボーラスの占い師だよな。でさらに申請もあるから終盤も腐ることないっていうので結構強いんじゃないかな。そのスペル対応するデッキで、まあなんかコントロールっぽい動きができるデッキだったらまだ強いかな。ただね、なんだろう、やっぱりね、この4枚見て土地でもクリーチャーでもないっていう、その土地が持ってこないのが結構そのキープ基準としてのネックで、土地2枚とこのカードで始めちゃったりしたらさ、そのこいつ出た時にトップ4枚さ、土地あったとしても下行っちゃうじゃんっていうのでね、かなりそのランド引ける確率減っちゃうようなこの場合。うん、だからね、なんか青のこの手のなんか土地以外とかさ、なんかインスタントが操作利用みたいなね動きはね、
結構常々そのキープ基準で難しいなと思わされるから、まあ、使うの難しいけど、まあ、普通にあのコスパいいですね。2マナ12で、まあ、最低限それで1枚アドバンテージだから、でさらに申請もあるから、まあ、終盤絶対なんかアドバンテージエルマンとしても出てこれるし、まあ、かなり悪くないカードなんじゃないでしょうか。普通に強いなと思いました。てかなんか鯉のぼりがあるんだけどマジで鯉のぼりってなんかあるんだこの世界にも、知らなかったよな。ドゥーは。で次のカードで、次のカードは知識の真珠、3マナソーサリーでカワウソコントロールしてるんだったら1マナ軽くなる2ドロー。まあよくあるね。なんかこの手の、まあ、3マナ2ドローっていうのがマジックのドローのあの、なんつうんだろうな、一番弱いラインとしての基準なんだけど、なんかそのなんか条件達成してると1軽くなるっていうので、まあ過去にあったので言うと、そのフライヤーいると1軽くなるとか、あとなんだろう、なんか達成してると1マナ軽くなるはいろいろあるんだけど、カワウソがいれば1マナ軽くなるっていう。ちょっと難しいかな。カワウソってそんなプレイヤブルじゃないから、今回よっぽど強化されない限りは、まあ、リミテの枠は出れないんじゃないかな。なんかフライヤーいたらね1マナ軽くなるわ、まあ、なんだかんだであの構築まで出れてたと思うけど、カワウソはね多分リミテッド限定だろうな。ただリミテッドでこの2マナで2ドローできる動きは強いんで、まあ、おそらくリミテだと結構お声かかるカードになるんじゃないでしょうか。ちなみにカワウソはね、なんかその部族だとイゼットカラーがカワウソだったから、なんか青とか赤にいるんじゃないだろうか。で次のカードで、次のカードこれ神話レアのカードです。旗織りの季節。これね、あの今回多分5色全部にあるサイクルで、そのなんかあの肉球みたいなさ、あのコスト5個もらえるので、その肉球コスト5個分なんかモードを選んでもいいっていうので、まあその言ってることはよくわかるけど、なんかかなりそのテキストに起こしたら分かりづらいよな。だから2球5個分だから、あの1を5個でもいいし、2を2回と1を1回でもいいし、まあ、その3を1回2を1回とか、3を1回1を2回みたいな、まあ、そうやって使い分けれる感じですね。でまあこの意外とその組み合わせそんなないんじゃないかな、うん、だからね、なんかそんななんかあのなんだろう、あのあれ合流点みたいなすげえなんかマルチな打ち方はできないけど、まあ、基本的に強そうな感じはするとは思ってるけど、なんか青はね微妙かなっていう気はちょっとするかな。まあ、6マナソーサリーで、1がカードを1枚引く、だからカードを5枚引くって使い方もできる。で2が、俺がコントロールしてるアーティファクトがクリーチャーのコピーを出すと。で3が土地でもトークンでもない各パーマネント全バウンスっていうので、まあそうね、まあ2を2回選んでワンドローが多分すごい強い使い方だと思うけど、やっぱソーサリータイミングでそのターゲット取ってコピーするってマジでフィズりやすいから、それがむずいな。なんかソーサリーだからちゃんとなんか明確にちょっと調整されてる感がありますかね。まあちょっとこのサイクルね、ちょっとわかんない、使ってみないと何とも言えないかな。意外となんかあのどういう場合にも適した強さがあるのかもしれない。まあ、3で全バウンスっていうのも、ただね、基本的に全バウンスってもう歴代あんま強いことないからな。そのサイクロンリフトでさえも結局その逃走者、その3人対戦とか4人対戦の世界じゃないと強くないんで、微妙なんじゃないかな。なんかまあコマンダー系のカードだね。コマンダーはやっぱりね、なんだかんだで戦場のねパーマネント数が異常だから、全バウンスはね結構強い。タイマンだとちょっと微妙な感じはするかな。で、次のカード。で、次のカード、川岸の物あさり。2マナ11でブロックされなくてスレッショルドでございますよ。そう、おじさん大好きスレッショルドですね。まあ、あの、マジック・ザ・ギャザリングのオデッセイで登場したメカニズムで、墓地が7枚以上だと、まあ、強くなるっていう、まあ、メカニズムの総称ですね。で、墓地7枚以上って、結構むずいんだよね。マジック・ザ・ギャザリングって、その、なんだろう、ソーサリーインスタントぐらいしか、まあ、能動的に墓地行くカードないから、だからそのカードをさ使わないと墓地行かないじゃん。まあもちろん戦闘とかで死んだり除去されたりしたら死ぬけど、なんか自分でそのなんつうんだろうな、そのなんか展開していって墓地をさ増やそうと思ったら、やっぱりそのスペル唱えていかなきゃいけないんで、7枚ってねかなりむずいんですよね。でまあだからまあ相当難しい条件っちゃ難しい条件なんだけど、昨今その切削のギミックが増えてるんで、まあだから今まで以上には簡単なのかもしれないかな。でこいつスレッショルド達成するとダメージ与えるたびにカードを1枚引くことができると。だからまあブロックされない2マナ11だけど、まあ、終盤は2マナ11のアンブロカササギなんで、まあ、むちゃくちゃ強くなりますね。マンコモン相当のパワーはあるんかな。でまあリミテッドでスレッショルドやろうと思ったらデッキ40枚とかの中の7枚墓地送んなきゃいけないんで、まあ、かなり大変なんじゃないだろうか。なんかモダンホライゾン3はそのスレッショルド、まあ、メカニズムとしてあったし切削もすごいいっぱいあったから、だからね、なんだかんだで達成できたけど、なんかあれぐらいないとね、やっぱ厳しいなって思うんで、まあ、今回どうなるか、
で次のカードが共に闘争ですね。まあ共に闘争は結構なんか何回か再録されてるカードと思うんだけど、まあエルドレインの奥義で登場した古文のカードで2マナでクリーチャー2体をコントローラーが異なるように選んで、それをオーナーの手札に戻すっていうので、なんかテキストなんかちょっと変わったかな、なんかまあ別に効果は変わってないんだけど書き方が少し変わってる感じがする。だから基本的にはタイマンマジックでなんか俺とお前のクリーチャーをバウンスさせるっていうので、なんかイラストとねすごい違うんだよな。そうなんか2人のなんか結ばれないカップルがどっかに旅立つみたいなんだけど、もう違うじゃん、ちゃんと元の家戻ってるやんっていうのでなんかねちょっとこれ違うんだよな。そうだからリボとブラは探すものは誰もいなかった、なぜなら2人が見つかりたくないと思ってるのは皆が知っていたからだ、みんなが知ってるところに戻ってきてるかな、しかも別々にだ共に闘争ね、これイラスト可愛くてフレーバーとってもいいんだけど全然起きてることと真実が違うっていうのがまあツッコミどころだなと思いました。まあ強いカードか弱いカードかで言うと、まあ結構強いね、なんだかんだで、なんかなんだかんだで共に闘争は常に強いかな。なんかこの間出たサンダージャンクションに上位互換みたいにいたけど、まあいつも変わらず強かったからな。まあリミテでは活躍するでしょう。で次のカードで次のカード、小田抜きの寝入り、レアのカードか。4マナのオーラでカード1枚贈呈すると、で贈呈なんだらまあ効果が変わるカードなんだけど、まあ、とりあえずクリーチャーに貼っつけて戦場出た時にエンチャントしてるクリーチャーをタップして、で贈呈しなかった場合は麻痺カウンター3個乗っけるっていうので、まあ、3ターン起きないと。で贈呈してる場合はエンチャントしてるクリーチャーをコントロールするっていう、なんかこれ贈呈してたらを書いてほしいな、してなかったらっていう書き方なんだ。これって文化の違いなんかな。贈呈してる場合はしたっていう書き方をしてくれたら分かりやすいのに、してなかったらって書くからえってなるけど、まあ別にまあ言いたいことは分かるね。まあタップさせて動き封じるかコントロールもらうかっていうので、まあカード1枚ドローさせてコンマジは結構強いんじゃないかな。まあ4マナで運も言わさずクリーチャーのコントロールダッシュっていうカードははるか昔にあったけど、まあ最近はないからね。まあ4ターン目の動きとしてやっぱクリーチャーが強くなってってるから、年々強くなってってるからコントロールマジックはね強すぎるんだよね逆に、失ってさらにアドバンテージになってるから、だからねこことかはね昔だったらもっと軽くやらせてくれたのにと思うけど、まあ昨今のその事情を鑑みるに4マナで、まあ、パクれたらまあカード1枚上げても十分なんじゃないかな。意外と俺これ強いとは思うかな。ちなみにねなんかこの4マナのコンマジ系ってなんかちょくちょくねいろんな形で出てるけど、構築までねいけたやつはいないんじゃないかな。なんかそのさクリーチャーサクって追加コストでサクることで、まあ、パクってとか、あとなんかサイズが1日になっちゃうけどパクってみたいなのあったけど、ちょっとなんか微妙な感じはするかな。いやどうだろうね、ワンドローだったらいいんかな。まあでも歴代から見るに基本的に弱いっていう印象ではあるかな。ただタヌキさんすごい可愛いね。で次のカード、タヌキなんかこれアライグマなのか、タヌキとアライグマの違いがあんま分からん。で次のカード終わりと。で続いては黒のカードの紹介です。で黒のカードまず1枚目、骨術師の達人でございます。2マナ22摂氏でタップすると、まあ、墓地からクリーチャー唱えられるんだけど、追加のコストとして給仕しなきゃいけないと。で給仕ってのが今回の新しいもう1個のメカニズムで、墓地からカードを3枚追放するか、まあ、食べ物を生きに捧げるっていうので、そうね、まあ、食べ物があると、まあ、食べ物をその給仕コストとして払えるし、まあ、墓地にカードがあるんだったら3枚追放でも給仕にはなるっていう。でね食べ物ってさ、なんか給仕関係するカード結構あるんだけど、食べ物そんなないんだよね今のところ。人参ケーキぐらいしか見てないんだけどなんか食べ物さ出すっていう効果もそんなないんで、なんか給仕っていうさ食べ物をすごい使いそうな次元にもかかわらず食べ物そんなないっていうのがね、わりかし飢餓次元なんだよな。なんかエルドレインとか食べ物だらけだったからさ、まあ、食い物には困んないんだろうなと思ったけど、なんか今のところカード見てる限り全く食べ物出てこないのに、その給仕というメカニズムは出てくるっていう、なんかそこに疑問を感じるかな。まあ多分こっから食べ物出てくるんだと思うけど。でこいつなんだけど、まあ2マナ22摂氏で普通に墓地からクリーチャー唱えられるっていうね、バクワードくんなんでさすがに強いんじゃないかな。まあ一応出てきたやつは最終カウンター乗っかるから、もうその戦場離れたら追放されちゃうんでもう二度と使えないけど、まあかなり強めなカードだとは思います。普通に2マナ22摂氏なんでね、まあ立ってても強いし殴っても強いし、でまあ墓地から釣ってきても強いしというので、まあ、なんか悪いことなしなカードなんじゃないかな。その給仕も墓地3枚でもいいから、なんかリアニ系のデッキだったらさ、そのなんか墓地にカード落とす過程とかでカードは他にも落ちるから、なんか普通なんかリアニデッキとかで試せるデザインなんじゃないだろうか。ちょっと今後に期待なカードである。これで次のカードで、次のカード討伐、これね来るとこまで来ましたね。そうついに今2マナでなんか黒の除去ってホニャララでないクリーチャーを破壊するっていうのがもう長いこと続いてんだよね。黒でないクリーチャーを破壊する、アーティファクトでないクリーチャーを破壊する、
まあプライチカウンターが乗っかってないクリーチャーを破壊するとかいろいろあったんだけど、ついにクリーチャーを破壊するようになりました。まあその代わりソーサリーなんで、そうですね、まあインスタントタイミングで打てないのは厳しいけど、まあ2マナで有無を言わさずいけるってのはいいんじゃないだろうか。まあ黒はそのシングルシンボルで単色で打てる状況だから、ちょっと使用感が読めないけど、そのマジックダギャザリングの長い歴史の中にあったその黒の2マナ状況はそのホニャララでないっていうので行くって思ってた中に出てきたカードなんで、ちょっとこいつがどうなるか期待だな。インスタントタイミングってやっぱりね、構えておけるのはねなかなか強みだったんで、だからソーサリータイミングになって2マナっていうのはねどうなんだろうな。なんか個人的にはね強いような気はするんだけど、でもなんか活躍する未来は見えないな。なんか脳みそは強いと思ってるけど、なんか未来を想像するとんって感じがするからどうなんだろうね。まあ討伐ちょっとこれね皆さんのご意見聞きたいかな。まあでも戦慄森とかが強いとかって考えたら強いんかな。でもあれはねプリンズオーカー生きるがやっぱ強みだったから、どうなんでしょうね、ちょっとわかんないや。で次のカードで、次のカードね、神話レアのカード、羽の夜マーハでございます。まあフクロウですね。でフクロウねやっぱ可愛いね。ただね能力なかなか残虐ですね。5マナ6号飛行トランプルで5砲カードを1枚捨てろというので、まあ5砲がカード1枚捨てろっていうのはね結構まあ歴代強いんだよな。まあ歴代強いというか、まあその墓地の侵入者が強かったから、あれから考えるとまあ最低限アドバンテージを失わせられるんで、だから除去もいたりしてもまあただでは死なんぞという、まあこの5砲は結構あのいぶし銀で強いと。で対戦エリアがコントロールしてる全部のクリーチャーの基本タフネスが1になるっていう、この常在能力がなかなか肝で、まあ、全部1になったら、まあ、相手のアタックとかもこっちなんかブロックいったら絶対倒せるから、だからこの状態はね結構強そうなんだけど、まあ状態だからさ、ブロックいった状態で突然マーハ死んだりとかするとなんかこっちのブロックが全部おじゃんになるみたいな、まあそういうのがあるからちょっとそこが怖いところであるけど、まあそうなりづらいように、まあ誤報カード1枚捨てろというのでバランス取られてんのかな。まああと、まあ毎度恒例ロマンコンボで言えば、まあ黒って結構そのなんか全体マイナー1のカードが多いんで、まあ全体マイナー1修正でまあ一掃するみたいな、なんかそういうドリームコンボはまあよくそのツイッターとかに上がってくるけど、まあ大体それがプレイアブルなことはないんで、まあ基本的にはその5マナ6号飛行トランプルとその除去耐性がどれぐらい強いかにかかるんじゃないかな。なんか基本タフネス1になるっていうのがどれぐらい強いかちょっとねまだ読めないところではあるかな。で次のカードで、次のカードが無情な交渉。1マナで対戦相手1人対象として、そのプレイヤーは手札1枚追放すると。で墓地から唱えられてた場合はカードが1枚引けるっていうので、まあ普通に打つと1マナでなんかカード1枚捨てるに過ぎないんだけど、まあそのフラッシュバックで5マナでやるとステロプラスワンドローできるんで、まあなんか合計払ってるマナでいったら6マナでハンド2枚追放してワンドローだから、さすがに割り悪いなって思うけど、まあなんだ、なんかしっとりした環境だったら強いんかな。ただ1ターン目にこれ打って相手のその戦場とかをさ放置した状態であるっていうのはちょっと怖すぎるから、そうね、フラッシュバックもうちょっと軽かったらまた別かもしんないけど、やっぱねどんどん今カード強くなってるから、その出てきてないカードってそんな脅威じゃないからね。戦場にあるカードはやっぱその常に脅威なんで、まあそれを無視して反動を攻めに行くっていうのが最近のトレンドとずれてるかなというので、なんかあんま強い感じはしないかな。まあ合計6マナ払って、まあ、2枚追放とワンドロー、まあ合計6マナって言い方はまあそのなんか分割して払ってるからさあんま適切じゃないけど、まあハンデスだけどその終盤引いてきても腐らないっていうのはまあ強いかな。まあワンドロー一応あるからっていうので、そうね、これどうなんだろうな。なんか過去ない取り組みだから1万のハンデスにしてはアドバンテージがついてるって強いんじゃないのっていうなんかちょっと意見も俺の中であるけど、まあ多分あんま強くないとは思う。で次のカードで、次のカードレアのカードで、警官の腐敗予備、2マナ1、3、威迫でアタックするたんびに対戦相手は X 点ライフ失う、で俺は X 点ライフ得る、で X は俺がコントロールしているコウモリ、トカゲ、ネズミ、リスの数に等しいと。強くね。まあ一応自身はカウントされないけど、なんか適当にいたらさ、その1点2点のドレイン発生するわけじゃん。で威迫あるからブロックもされないし、でドレインあるからまああのダメージレース的にも有利なんで、こいつは強いと思うんだけど、どうだろう。なんかそのエルドレインとか見返したらコウモリとかさ、ネズミとかさ結構いそうじゃん。なんかプレイアブルなやつ意外といるんじゃないかな。2ターン目に出てきて、でまあ一応相手のパワー2のアタックとかも止まるんで、なんかやり取りとしてかなり強いと思った。警官の不敗予備はそうね、今のところ黒でなんか俺一押しなカードですね。スタンパイオニアぐらいまでいけそうな感じがする。で次のカードで、次のカード神話レアのカードで、まあ、サイクルのカード損失の季節でございます。5マナソーサリーでこの肉球5個得て、まあ、その5個分使えると。
で1が各プレイヤーはクリーチャー意見に捧げる。で2がこのターン、じゃ あなたがコントロールしているこのターンに死亡したクリーチャー分だけワンドローできる。で3が対戦相手は X 点ライフ失って X が、墓地のクリーチャーの枚数と。ああなるほどね。まあ、一応1で、まあ、自分のクリーチャー巻き込んで、まあ、あの全除去みたいな放っても2払ってればドローがついてくるんで、でもなその全除去的な動きをやっぱりあの自分がクリーチャー展開するんだったらしたくないから、なんだこれ、なんかこれあのさっきの青を超えてなんかチグハグだな。かなりコマンダー系の能力なんじゃないだろうか。まあ、全員 X 点ライフ失うがね、やっぱそのちょっとコマンダー向きかなとは思うな。俺の墓地にとりあえずクリーチャーいっぱいいれば、まあ、それで全員に大ダメージ与えられるんで、なんかかなりのロングレンジっていうか長いゲームを意識して作られたカードっぽくて、ちょっとタイマンでは微妙だなっていう感想です。で次のカードで、次のカード初頭でございます。5マナインスタントで以下から1個選ぶ。クリーチャー1体を無条件追放か、対戦相手1人対象として、そのプレイヤーはコントロールしてるエンチャント1つを、まあ、その下のモードの方は相手が選ぶから、お前エンチャント追放しろって言ってもなんか2個3個あったらなんかいらないもん追放されるんで、まあそうね、まあ1個しかない時とかにやると、まあ有無を言わさずそれを消せるけど、一応これ相手が選ぶから、まあその複数あったら機能しないカードでね。ただまあ5マナでまあクリーチャーがエンチャントまあ両方見れてるっていうので、どうなんでしょうね。まあリミテッド専用カードであるだろうな。まあスタンダードにも出ることはないカードだけど、まあ、リミテッドでは意識しておきたい1枚で、次のカードで黒のカード以上か。というわけで黒のカードはね、まあ、警官の腐敗呼びがねすごい強いなと思ったんで、まあ、こいつちょっと今後活躍するといいんじゃないだろうか。で続いては赤のカードですね。で赤のカードはね、なぜか知らないけどめちゃめちゃ枚数少なくて、3枚ですね今日あったのが。で1枚目がレアの、エンチャントクラスでございます。フォーゴトンレルムで登場したマナ払うとどんどん強くなっていくっていうタイプのそのエンチャントカードで、まあ、なんか見た目はね英雄タンみたいなんだけど、そのマナ払うと下に下がっていくんだよね。でこのマナ払うのはソーサリータイミングでしか払えないんで、ここはねかなりネックなんだけど、まあ、一応フルフルでキャストするとめちゃめちゃ強い置物になりますと。で普通に出てくると2マナでクリーチャーじゃない呪文を唱えるたびにカード1枚捨てて引いても良いという、まあ、逆ルーティングができて、で3マナ払うと、まあ、レベル2になって、俺が、クリーチャー以外の呪文が1軽くなると。でさらにそこから3マナ払うと最終形態レベル3になって、コントロールしてる発生源が戦闘ダメージ以外のダメージ与えるたびにその2点足したダメージを与えられるというので、まあそうですね、最終形態までいったらなんかその1点ダメージとかが3点になるし、まあ、全体1点とかはもうその全体3点とかになるんで、そうですね、まあ結構最終形態までいったらちょっと強いけど、なんかその道中のなんか動作が何のデッキに出るんだっていうのが気がかりなところかな。まあなんかイゼットフェニックスとかにパイオニアで入れたらちょっと強いんかな。まあ、マナ軽くなるし、まあ、ルーティングできて捨てられるしっていうので、そうですね、まあとりあえずなんかかなりトリッキーなカードすぎてどう使えばいいか俺には分からないよ。で次のカードで、次のカードは弱者の力、1マナインスタントでクリーチャー一体対象としてトランプレールと。で20カネズミコントロールするんだったらプラ1プラ0修正も受けると。でカードが1枚引ける。まあ1マナでパワーも上がってトランプルも得てカードもドローできるんで、まあ、その20カネズミデッキとか組んだ時にその得られる恩恵としては相当でかいから、それ専用デッキで使うバッドリーカードはもしかしたらスタンダード目線だったらありなのかもな。パワー上がってトランプル得てワンドローだからね。で20カネズミデッキスタンダード用には結構注目しておいた方がいいかもしれない。でリミテッドにおいても一応ワンドローとトランプルは確定してるから、まあどうだろうな。まあコンバットトリックのカード自体がやっぱリミテッドだとね、なんか強くないというか、まあ、強くなくはないけど、その酌量のカードだからさ、上振れ下振れがねだいぶでかいんで、だからまあリミテよりかはどっちかっていうと構築の方がちょっとある感じがするかな。で次のカードで、次のカードがさっきから言ってたその季節のサイクルのカードで、勇者の季節と。この肉球1個で宝物が生成されて、肉球2個でライブラリートップのカード2枚追放して次のターンまで使える。で肉球3個で次の俺のターンまで呪文唱えるたびにクリーチャー1体対象として2点のダメージ与えるっていうので、なんか何が強いのこれ、え神話レアこれで、なんかちょっと待って待って、あれ嘘、これレアじゃないの、神話なのこれで、どうなんだろう、なんかテストプレイとかで強かったんかな。なんか青が一番強いやんこんなんだったら、あれなんか思ったほどっていうか、なんか赤すごいがっかりだったな。5マナで一応トップ4枚追放して次のターン使えるのと、まあ、宝物かもしくは宝物3個出して、まあ、2枚使えるみたいなのは強いんかな。
ちょっとわからん。でもなんかなんか思ったよりも、なんつうんだろう、なんか難易度が高い、難易度が高いカードでした。これにはナドゥも頭を悩まさざるを得ないわ。で、次のカード。で、次は緑のカードの紹介です。で、緑のカードはね、今回リスのカードがめちゃくちゃ多くて、で、リスとマジック・ザ・ギャザリングはね、かなりその密接な関係を持ってて、なんかずっとね、なんか長いことその、リスといえばマジック、マジックといえばリスみたいなので、なんかリスは好きかいみたいなおじさんが出てきたりとか、なんかいろいろあったんで、今回ね、こんだけそのリスではっちゃけれるっていうのは、なんか一部のプレイヤーは歓喜してるんじゃないかな。そう、まあ、なんか具体的なので言うと、なんかナッツコレクターとかいうさ、オデッセイのしょうもないレアのカード、なんかアメリカだとバカ高かったりしてたから、なんかあれ見ると、そう、なんかアメリカにはそのリス旋風が巻き起こってるんだろうなっていう気はしたかな。あとリスって日本だとそんな見ないけど、なんかアムステルダムじゃない、ミネアポリス行った時にね、大量にあの公園にいたから、なんかあんな愛らしい生物が野生に生きまくってるのかっていうのはね、ちょっとその短さがまた変わってくるのかもしれないね。というわけで緑のカードの紹介、まず1枚目蓄え放題でございます。2マナの、インスタントでリスが可愛いね。で、カード4枚切削して、パーマネントカード1枚を手札に加えると。で、リスコントロールしてるか、これによりリスカードを回収した場合は食べ物トークン出てくるっていうので、まあ、リスがいたら食べ物出てくるんだけど、まあ、リスいなくてもリス回収でも食べ物出てくるんで、まあ、リスデッキとか組んだ際は強いんだろうけど、なんだろうな。ちょっとそのリスって、そんなに強いかっていうと、うんって思うから。まあ、でも、騒ぎ場とかを逃走者にしてる人とかからしたら、まあ、ただのバックワードカードなんかな。まあ、一部のリスコレクターにはありがたいカードで、次のカードで、次のカードが茨越の餌あさりでございます。まあ、2マナのマナクリでタップで2のマナ出るのと、タップで給仕すると好きな色の組み合わせが2点加えられるって、まあ、2マナクリになると。で、最後4マナタップでライブラリーからリスカードを何でもサーチしてこれるっていう、まあ、結構強いな。これ結構コンボパーツ探す上では強いんじゃないか。何でもリス持ってこれるもんね。うん、まあ、マナ出せて色マナも出てコンボパーツも引っ張ってこれるっていう、まあ、とりあえずその逃走者デッキには御用達なデザインなのかな。まあ、構築もそのリスがどれだけ強いかだけど、さすがにね、今回そのブルームバローでリスいくら強化してもスタンダードでリスデッキできるかっていうと怪しいような。なんかその20日ネズミはね、なんかその あのウィニーだからさ、なんかいけそうな気するけど、リスはやっぱ相当なんかシナジーがない限りは、まあ、速さも出なければ、なんつうの、なんか重厚感もなさそうなんで、分からんけど、まあ今後のカードに期待かな。で、次のカードで、次のカード、工作する高原導き、2マナ22で神聖2マナと、まあ、2マナ払うとこの肩に乗っかってるジュニアが出てくると。で、タップで好きな色を加えるのと、タップでこのクリーチャーの上にプライチカウンター乗っける。まあシンプルだな、うん、タップでどんどん毎ターンでかくなってってもいいし、まあ、マナ出してマナクリとしても使ってもいいというので、まあどうなんだろうね。なんかその戦えるのがこいつなんか、そのアトラクサとかさ、シオルドレッドみたいな、あの猛威と。いや、わかるよ。別に自身がさ、別にマナもかからないで、その長球していけるなんて、なんか素敵だなと思うけど、怪しすぎるだろ。悲しいよ。ちょっと、生きるか生きないか微妙な感じがするけど、まあ、な、怪しいな。で、次のカード。で、次のカード、これクラスか。エンチャントクラスで狩人の才能。2マナでまず出た時にコントロールしてるクリーチャー一体対象として、コントロールしてないクリーチャー一体対象として、まあ、前者は後者にダメージ与えるっていう、まあ、一方的ビームと呼ばれる格闘ができると。で、2章じゃなくて、レベル2が2マナでアタックするたびに攻撃クリーチャー一体対象としてプラ1プラ0とトランプル与えられる。で、最後最終形態がレベル3で、4マナ払うと終了ステップ開始にパワー4以上がいるんだったならばカードが1枚引けるっていう。まあなんかまあすごく可愛いね。うん、そのビームしてパワーも上げて最後アドバンテージまで稼げちゃうっていう。まあアンコモンだからまあしょうがないね。まあ完全にリミテッド用の性能であるから、まあその文句言ったらしょうがないけど、まあ、構築向けではない。で、次のカード。で、次のカード、これ神話レアで、森の導きルムラでございますね。なんかこれのイラスト違いのバージョンが日本のさ、ポケモンカードのなんかリザードンを描いてる人なんだよね。だ、結構ね、なんか別バージョンのイラスト見るとなんか、ああ、なんかリザードンだって。まあリザードン雰囲気があるかどうかわかんないけど、なんかなんとなくね、なんかその面影を感じられるから、ちょっとよかったな。で、このカードなんだけど、まあ、6マナで星々で警戒到達。で、パワータフネスはコントロールする土地の枚数に等しくて、戦場出た時にライブラリー4枚切削して、墓地から全部の土地が出てくるっていう。その切削した枚数っていうか、切削したないじゃなくて、墓地全部から返ってくるんで、まあ、出てきた時に結構サイズアップが狙えるのかな。なんかそれまでの過程でいっぱい切削とかしてると、まあ、重々とか全然目指せるんで、ただトランプルねえんだよな、これ。
これさ、こんだけパワーがあるんだったら絶対デフォルトでトランプル持っててほしかったんだけど、トランプルもないし警戒到達だけなんで、で誤報とかもないじゃん。守る上でも攻める上でも微妙だなっていう、まあ神話レアかな。ちょっとルムラさんはうんって感じだった。で次のカード、で次のカード天気雨のドルイド、めちゃめちゃ可愛いね。カエルがこのカエルが手上げてめちゃめちゃ可愛いね。1マナ02で戦場出た時にクリーチャー1体対象としてプライチカウンター1個乗っけてワンドローと、あー1マナになったんだついに。てこれ待って強っ。あのさ、緑がさ2マナ11で出た時にプライチカウンター乗っけるくんよくいて、でそれってねリミテのやり取りでは結構強いんだよ。うん、先に出たやつサイズ1段階上がるともう向こうのブロッカー機能しなくなるから、そのなんかあの先にあのダメージレース入れる展開よくあるんだけど、1マナになってるから、まあ1マナ13で出てもいいし、まあどっかのタイミングで出てきて他のクリーチャーサイズアップしてやってもいいというので、まあリミテッドは非常に強いカードなんじゃないだろうか。すごいねこれ1マナ02になったんだ。しかもゲインまでついてるから、このゲインが結構染みることもありそう。で次のカードが削弱でございますね。まあ2マナソーサリーでカード1枚贈呈する、でエンチャントがアーティファクトである1個を破壊するのと、贈呈してた場合はエンチャントアーティファクト2個破壊すると。これ書き方逆になったな。さっきまではなんかしてなかったらが先だったのに、これ頭こんがらがるんだけど、まあとりあえずでも言いたいことはわかるわ。まあだから2マナで帰化するか、まあ2マナとワンドローで帰化2発打つかっていうのが、まあ削弱ですね。で唱えるに際し贈呈してればもうその、あでもあれか、これカウンターされたらもう終わりなのか。だから隣に対して贈呈はするけど、そのあの贈呈したものは受け取るけど、その呪文を打ち消すみたいな、だその悪魔みたいな動きされるわけか対戦相手から。だからこれだから人間は嫌いなんだ。うん、だからまあそうだね、なんかその複製みたいにコピー放たれるわけじゃないから、贈呈したはいいもののカウンターされるっていうので、まあメカニズムとしても結構使いづらいところではあるかな。まあどうだろうねこれ。まあスタンパイオニアとかの対策カードとしては強いかな。2マナで2個割れるってなかなかないんで。ただ2個割れて結構オーバーパワーだけどね。相手もその2個展開させるテンポを失ってんだったらさ、その間にお前なんかしろよってのもあるから、2個破壊したいってあんまないから、ちょっとどうだろうって思うカードで、次のカードで緑以上か、あれ早かったな。というわけで、まあ今単色のカード全部紹介して、まあ残りマルチのカード紹介していくんだけど、マルチのカードがめちゃくちゃ多いぞ。マルチのカードがまずやばいぐらい多いから、ちょっとみんなあの注意しておいた方がいい。まず1枚目がね、これあのプレインズウォーカーでとどろく基地ラルでございます。なんかラルがねカワウソになっててなんだろう、なんかあの今回この世界に来たプレインズウォーカーはみんなこの動物の姿になっちゃうのかな。なんかその次元の特性上そういう風になるんかな。でなんかラルがねカワウソのね、なんとなくそのなんていうんだ、あのカンバーバッチっぽくてちょっとなんかわかるんだよな。なんかラル実写化したらベネディクトカンバーバッチっぽいなっていうのはなんとなくわかるから、だからそのなんかカワウソってね、その直感的になんかわかるんだよ。全然そのラルとベネディクトカンバーバッチに何の関連性もないけど、なんならカンバーバッチとカワウソも何の関連性もないけど、なんか向こうの人が考えそうだなって思って、これなんかすごいすんなり入ってきたな。でこのラルねかなり微妙だったな。なんか4マナで初期中性読んで、クリーチャー以外の呪文を唱えるたびにあの中性カウンター乗っかっていくと、でプライチで果敢持ちの11トークン出てきて、でマイナス3でカード3枚引いて2枚捨てんのよ。だからさ、その神ジェイスと同じマナ域で、まあこの神ジェイスと比べたら良くないけど、その中性マイナス3っていうさ結構でかいマイナスでこの能力かっていうのでね、がっかりしたかな。まあこれマイナ2とかであってほしかったな。もうもっと言えば1であってほしかったね。まあマイナ1はちょっと厳しいかもしれないけど。まあっていうので、この中性能力上2個結構がっかりだったのよ。で、最後10がカード3枚引いてインスタント化ソーサリーであり、唱える呪文は全部ストームを持つと。で、紋章得るのか。あ、なるほどね。あの、ストーム持つは紋章か。ああ、というわけでカード3枚引くっていうのはまあおまけに過ぎないと。もうそっからあの、何でもストーム得られるけど、ストームってね、なんか突如得てもね、強くねえんだよな。ストームってそのデッキ全体通して固めてあるから、そのストーム強いわけで、突然なんかあの、次のターンからアンドの呪文全部ストームですって言われても、そこまで強くねえんだよな。まあ、ただそのパーマネント以外、あ、パーマネント無理か、インスタントソーサリーだけか。そうだね、だから突如としてゲームの途中でストームを与えられても、そんなに恩恵受けらんねえからね。マジでストーム稼げて1とか2しかないから、なんか全体通してこいつ弱いなって思ったんだけど、でもどうだろう、なんかそのなんかこれのシナジーがすごい噛み合ったらまた変わってくるのかもなっていう気はするけど、まあ、今のところもう微妙の感想の極みなんだよな。闘争対戦のレアのプレインズウォーカーですって言われてもなんかちょっと納得しかねないもんね、これだったら。なんかあるんかな、なんかあまりにも大きい小マイナスそのプラス全部が微妙だった。合ってるこれで。
やっぱナドゥー、まあナドゥーから見たらね全員雑魚みたいなもんなんだけど、ちょっとナドゥー目線から見た時のこのラルが心配になった。彼の身が心配だ。大丈夫なのかな、これで彼は生きていけるのか。ナドゥーはそれが心配でしょうがない。というわけで、まあ他のカードを見ていこう。多分ね、ブルームバローはねちっちゃなお友達がいっぱいだから、パワーもちょっとちっちゃめなのかもしれないね。そこのところね、ナドゥーは理解しなかったよ。で、次のカードがアズリウスカラーのマルチのクリーチャー、風間のもの、ケストラル。5マナ4号飛行で、コントロールしてる鳥がダメージ与えるたんびに以下から1個選ぶと。手札が墓地にあるクリーチャーカードを最終カウンター乗った状態で戦場に出しても、なんか急に強いんだけど、なんだこれ。これ地震でもいいの？急に強いんだけど、で、次のモードが、鳥の上に全部プレイチカウンター乗っけて、最後のモードがカード1枚引く。なんか合ってる？手札が墓地にある鳥1枚を、リアにできる。まあでも鳥限定だからこんなもんなのか。まあそのダメージ通ったらアドバンテージ得られるわけなんですけど、なんか上の能力だけ結構ぶっ飛んでるな。その手札でもいいから、まあ、踏み倒しもできれば墓地から釣ってくるもいいし、その墓地から釣ってくるのとワンドローがなんか同じ価値ってのがなんか気になるな。まあ同じ価値とは言ってないけど、まあとりあえずまあレアの性能は知ってますね。4マナ、じゃあ5マナ4号飛行なんで、まあスタッツ的にはそんなに悪くないし、まあ、なんかどうにもならなかったら別にワンドローだけでもいいし、鳥どうなんだろうな。多分ね、今回ね、その各動物さんたちのシナジーがね結構えぐくは作られてると思うんだ。なぜならばカード1枚ごとがそんな強くないから。だからね、多分組んだ時とかに、いやブルームバローのデッキ超強いじゃんみたいなので、なんかね、その一個一個のカードじゃなくて、やっぱ隣とのつながりをね、注意深く見ると変わってくるんじゃないかな。多分ね、そんな気がするわ。で、次のカード。で、次のカードが、豆柄刀の同士。ボロスカラーの3マナ3に速攻警戒で、で、勇士持ってると。だこいつがターゲット取られたら、プライチカウンターが1個乗っかる。あ、なるほどね。まあ一応一旦に1回しか誘発しないけど、まあどんどんサイズも上がってって、まあ警戒速攻で殴れると。まあ、リミテ用生物でございますね。で、次のカード。で、次のカードが豆柄の従者。4マナ33飛行でアタックするたびにコントロールしていて飛行を持たないクリーチャー一体対象としてプライチプライチ修正。まあ、4マナ33でハイブリッドカラーだから、まあ、リミテ的にはすごい強いね。で、殴るたびに毎ターンプライチ修正与えられるし、で、これによって勇士も誘発するから、まあそうね、アンブローっていうか、その回避能力持ってて、その誘発もさせやすくて、勇士も誘発するっていう、結構強いカードなんじゃないだろうか、リミテにおいては。で、次のカード。で、次のカードがハスハトビの動詞。シミックから4マナ44到達で3マナ起動でこれじゃないクリーチャー一体対象として、ブリンクした後プライチカウンター乗った状態で戦場戻せる。ただし起動はソーサリー限定という。まあブリンクが3マナでできるようになるけど、まあ、ソーサリー限定。ただなんか一旦に1回とかの、あれもないから、まあ、終盤マナ振らした時とかに結構強いんじゃないかな。で、これ、ブリンクしてプライチカウンターだから、どんどんプライチカウンター増やしていくことはできないんだよね。ブリンクするために全部外れちゃうから。だから、まあ、なんだろう。なんかこれを使ってサイズ無限に上げていくみたいなことはできないけど、まあ、なんだろうね。まあ、別にマナ余った時にね、注ぎ込み口があるっていうのは、昨今のリミテッドだと結構でかいんじゃないかな。なんかね、最近のリミテッドとか、まあ、モダホラとかはさ、すげえ早いけど、なんか長い時とかはさ、結構マナ振らした時になんか戦術できるとかだけでもだいぶ変わるから、まあ、4マナ44っていう普通に9大点ボディ到達持っててこの能力は、まあ、リミテではかなりお化けですね。普通にこいつのパワーが結構もう問題なんで。で、次のカード。で、次のカード、レアのカードで腕利きの射手フィニアスで、アタックするたびにあなたはコントロールしていてトークンやウサギでありこれでない各クリーチャーの上にプライチカウンターをばらまくと。だからこれあれか、トークンは別に部族関係なく何でもいいのか、トカゲとかなんかハツカネズミとか何でもいいから、まあ、とりあえずトークンとウサギにばらまくと。で、さらにパワー合計10以上だったらワンドローできるんで、2マナで結構早く着陸するけど、まあ、盤面出来上がってないと微妙いんかな。そうね、まあ、リミテはお化けでだとは思うけど、ある程度、まあ、構築にどれだけ出られるかが気がかりですかね。で、こいつが殴らなきゃいけないから、まあ、最速で出てきても殴るときは3ターン目だから、まあ、相手のブロッカーもね、とか、なんなら2-2殴れないとかもありそうだから、ちょっとどうなるか怪しいかな。なんか、ロングレンジのゲームとかで終盤出てきても強そうなデザインではあるけど、ちょっとなんかわからんな。強かったらいいけど、まあ、強いはずだとは思うけどな、2マナ2-2警戒到達で。で、次のカード。で、次のカードがアンコモンのカードで、右心体の同士でございます。3マナ23飛行で、こいつかあなたがコントロールしていて飛行を持ち、これでないクリーチャーが戦場出るたびに、飛行を持たないクリーチャーにプライチカウンター乗っけると、なんかもうすげえチグハグシナジーなんだけど、飛行を持つクリーチャーが出た時にしか誘発しないのに、
その誘発のターゲット先は飛んでねえやつ限定なんだな。イラストめちゃくちゃ可愛いけどな。鳥がさ、なんかあっちに行きなさいみたいので、うん、鳥可愛いよな。イラストめちゃめちゃ可愛いのに、脳みなんかテキストが鳥頭すぎる。待ってくれよ。え、そうだよね。飛行を持ちこれでないクリーチャー出るたんびに、飛行を持たないクリーチャーにプライチカウンターでしょ。どうせ成長ねこれ。じゃあなんか飛行いっぱい入れないと誘発しないやっていうので飛行いっぱい入れたらそのターゲット先がないっていう。うん、なんかこのチグハグ班がね許されたのね。あいつぐらいだよな。あの、あれなんだっけ、ウィノータか。ウィノータぐらいだな。こいつからウィノータ集はしないから多分ダメなんだろうな。本当にダメだなこれ。で次。で次のカードが精神堀の通り魔。4マナのハイブリッドから2号でスレッショルド達成するとプラ3プラ0修正。で3マナで、まあ、情報1を行えるっていうので、まあ、シンプルだけどね多分強いんじゃないかな。そのリミテにおいては、まあ、このカラーって結構墓地肥やしやすいから、その青がスペルだし、で、まあ、黒もなんか切削だとか、あとまあ単純にその除去でスペル打ったりするから、まあその、まあ、カラーリングが単純にスレッショルド達成しやすくて、で、まあ、スレッショったらまあ4マナ55で、で、まあ、その終盤マナフラしたらまあ重宝できてっていうので、で、重宝もあるから、まあ、自身の起動能力で、まあ、何回かやったら、まあ、そのスレッショルドもいけるから、意外とこいつはリミテですごい強いと思う。で、元のサイズも25だから、スレッショルド達成までは、その場持ちいいから、まあ、地上固めながら、まあ、スレッショルド達成待って、達成したら殴り出すっていうので、なんか全部通して結構いいデザインだなとは思いました。まあ、リミテの話だけど。で、次のカード。で、次のカードが主戦度カメリアでございます。ゴルガリカラー3マナ33で200持ってて、これじゃない全てのリスも200持つと。で、さらに1個以上の耐え物を探るために緑の11リストークンが生成される。で、2マナで給仕すると、俺がコントロールしている各リスの上にプライチカウンター乗っけるっていうので、まあ一応リス0の状態でも給仕したら、地震の誘発でトークン出てきた後にプライチカウンターばらまきなんで、まあそうね。まあ自身だけで一応能力がまあ完結してるかな。で、食べ物どこ今んとこマジで食べ物、人間ケーキとなんかあのリスいたら食べ物出るやつぐらいしか見てねえぞ。食べ物ほんとねえんだけど。飢餓次元かよ。だからまあ給仕とはもう、もう食べ物とはやっぱ墓地から見つけ出すもんなんだろうな。厳しい次元だな。世知がれえな。あんま強くない気がしたかな、カメリア。で、次のカード。で、次のカード、くすぶる殺し屋。3マナ32で、対戦相手がライフ失ってる場合は、プライチカウンターが乗っかって、戦場出ると。で、2マナ起動で、威迫を得るっていうので、まあ、条件達成して出てきたら4-3だから、まあ、2マナ起動払ってでも、威迫でダメージ通したい感じなんじゃないかな。まあ、完全にリミテ用のデザインだけど、そうね。こいつが出てくるかもと思ったら、なんかブロックするかしまいか考えるような展開とかもありそうなんで、古文のカードだから、意外とそのなんかやり取りとして意識されそうな1枚ではあるカードでした。で、次のカード。で、次のカードが最悪の占い師、グラルブ。こいつね、結構強いんだよな。このスルタイカラーの3マナ24摂氏で、こいつ摂氏持ってんだよ、このなりで。触ったら死ぬと思えないけどな。でもなんかその白いカエルはね、毒ありそうだから、まあわからんでもないかも。なんか綺麗なカエルいたらさ、触らんとこって思うから、まあ摂氏ありそうだよな。で、ライブラリーの上のカードいつでも見れて、ライブラリーの上のカードから土地か、マナ総量4以上の呪文が唱えられると。で、重宝にやるんで、なんかね、これさらっと結構強いんだよね。そのライブラリートップ、とりあえず土地使えるから、まあランドセットして、で、唱えられる呪文は4マナ以上だけど、まあ3マナに出てきて生きてるフューチャーサイトって考えたら、激強いんじゃないかな。その未来の大魔導士とかも見たらぶったまげるぐらい強いからね。だからその4マナ以上じゃないといけないから、これ使って次めくれたやつも使ってみたいな連鎖はしづらいけど、まあ重宝にもあるから、まあなんかどうしても連発したい時とかはこれ使ってアドバンテージ得ることもできるんで、まあ、グラルブさんいいんじゃないかな。まあコマンダーのジェネラルとしても良さそうだし、まあタイマンのマジックでも、まあ3ターン目に着陸してこの能力だったら、結構未来ありそうだからね。ちょっと今後に期待。まあ、神話レアらしい能力だとは思います。ただ、マナシンボルの拘束の厳しさから、あんま高いカードにはならない気はするかな。いや、でもどうだろうね。まあ、ランド起きるのはね、結構大きいからな。で、タップで重宝にっていう起動型能力も強いんで、そのスタン・パイオニア・モダンとなかなか期待できる能力だと思うけどね。その、悲嘆忍耐、緻密のコストに当てられるから、こいつは俺めっちゃ強いとは思ってます。で、次のカード。で、次のカードが、ヒガラスの動詞2マナ21で、第2メインフェーズ開始に対戦相手がライフ失ってる場合は、ライブラリの上2枚追放して、うち1枚がこのターンプレイできると。まあ、だからその、まあ、戦闘でダメージ与えると、
まあ、次 の、 あのメインフェーズにアドバンテージが得られるっていうので、まあ、なんかあのビートダウンデッキの好循環を生みやすくあるね。打点入れる、アドバンテージ得る、でなんかそれで展開する、でハンドは除去打つみたいなさ、なそういうのができるんで、まあ、ただしあのこれこのターンだけだから、なんか除去打ってパンチした時とかはアドバンテージ得づらいけど、まあ、それでもランドはセットできるから、まあ、ヒガラスの同士ね、なかなかデザインとしては強くて、まあ、昨今そのなんだろう、アグロデッキってあんま息してないけど、まあ、こういうのでアグロが復権したらいいなとは思ってます。で次のカードで、次のカードこれ神話レアが激浪のならず者ブリア、まあ、こいつもカワウソだな。4マナ33果敢持ってて、俺がコントロールする全てのクリーチャーも果敢持つと結構でかいぞ。であなたがコントロールしない、え、あなたがクリーチャーじゃない地元のやるたびにコントロールするクリーチャー1体対象としてブロックされない、なんかシンプルに強いな。まあだから呪文打ったら果敢でサイズ上がるし、アンブロにもなるしっていうので、まあ、神話レアっぽくはねえけど、なんか与えるなんか影響すごい大きいなと思う。どうだろうな、なんかこういうのを使った果敢デッキとかちょっとあまりにも回りくどいからあんまデッキイメージつかないけど、多分ねこっからプレビューどんどん増えるにかけて、なんかカワウソとかハツカネズミとかリスとかさ、シナジー増えていくと思うんで、まあ今は微妙だなと思うけど、まあ最終日とかにはねだいぶ見え方変わる一枚になるのかもしれない。で次のカードで、次のカード使用予備の同士、まあこれまたスレッショルド持ってて、3マナ3300でスレッショルド達成してると、なんとあのパーマネントバウンスがついてくるっていう、まあ3マナ3300だけでもそんなに悪くないのに、スレッショったらバウンスついてるってね、相当破格の性能してるよな。だからね、まあリミテッド用のカードではあるけど、まあかなり強い一枚だと思いますね。まあ構築に出るのはねちょっと厳しいけど、まあリミテで頑張ってほしいかな。まあでもスレッショルドっていうメカニズム自体は、まあ、ものすごい好きだったんで、まあ構築にあの持っていけるレベルのスレッショルドのカードが、まあ、最終日まで 2,3 枚出ればいいなっていう気はしてます。で次のカード、で次のカード、池の預言者、まあ2マナ11で戦場出た時にワンドローと、なんかあのエルフの幻想家のハイブリッドバージョンですね。その2マナ11のエルフで出た時にワンドローっているんだけど、まあ、あれがハイブリッド柄になってるんで、まあ、青単色、緑単色、どっちでも使えるようになってるんだけど、別に出てワンドローのクリーチャーって基本的にそこまでは強くないけど、今回なんかプライチカウンターばらまいたりとかなんかいろいろあるから、まあ、こういうの出して、なんか後々強化してっていうので、まあ、ドロー兼終盤ってか、中盤以降に役に立つカードとして展開するのはありなんかな。で、エルフの幻想が強いのはね、そのエルフっていう部族が強いんだよな。そのエルフ唱えたらどうたらこうたらとか、エルフ寝かして学んでたりとかがあるんで、だからカイルアドバイザーになったエルフの幻想がちょっと、まあ、普通に考えたら使い道はないかな。で、次のカード。で、次のカードが月の出の僧侶。月の出の僧侶は3マナ23飛行で、アタックするたびに1点ライフゲインと。まあ、ハンコンないけど回避能力持ってて、まあ、ライフ得られるんで、まあ、ライフレース相当有利に進みますね。まあ、多分なんだかんだでリミテではよくお目にかかりそうなカードだと思う。で、次のカード。で、次のカード、星見の同士。5マナ35飛行警戒で終了ステップ時にあなたがライフ得てたか失ってた場合はどっちでもいいんだ。得るか失ってたら、とりあえずライフ変動すれば対戦相手1人対象として、そのプレイヤーが土地じゃないパーマネント桜ないか、カード1枚捨てない限り3点ライフ失う。結構要求値高えな。5マナ35で、まあ、飛行警戒で殴って守ってして、で、ライフ得てもいいし減っててもいいから、どっちか起きてたら、その策略って要求できるわけね。いやリミテで結構な鬱陶しいアンコモンになりそうだな。まあ、ただ別にライフ 3点失うだけだから、まあ、5マナのさ生物って考えたら、まあ、妥当な打点っていう風に割り切れるところではあるんかな。飛行で3点殴られて、まあ、3点失ってっていう、まあそうね、まあ、リミテのやり取りだけでしか考えられないけど、まあでも強いか。星見の同士でした。で次のカード、で次のカードが放浪語りの同士、2マナ22で積算4を達成するためにプライチカウンター乗っかると。でこの積算っていうのも今回の新しいメカニズムで、このターン中に、呪文を4マナ以上のマナシ払って唱えたら積算4が達成されるのよね。だからその点数で見たマナコストじゃないのよ。マナを使うかどうかだから、ここ結構ねなんか難しいところでね。その最近で点数で見たマナコストを参照するのが多いけど、払ったかどうかなんだよマナを。なんかとりあえず4マナ使ってれば、まあ、プライチカウンター乗っかってでかくなっていくと。でそれに加えてマナクリなんで、まあ、序盤はマナクリで、まあ、展開しながらサイズ上げてって、でそのハンド枯渇したタイミングとかで殴り出すみたいなクリーチャーになるんかな。
で次のカードがねこれ新ワレアのカードで、まあ、なかなか強そうなクリーチャー忌まわしき守護獣ハグスでございます。我らがグルールカラーの、まあ、4マナ55なんだけど X マナ払うと X 分だけライブラリートップ追放して、まあ、それが次の俺のターンまで使えると。でさらにあの俺は追加のランドがセットできるっていう能力もあるんで、まあそうね、まあ、アドバンテージ出てもすぐにマスのアドバンテージを得やすいデザインではある。でさらにまあ序盤なんだろう、まあ、4マナ55として出てきつつ、まあ、ランド1枚ハンドからセットするとかでも、まあ、その後続のハグスの X マナの注ぎ先を確保できるんで、まあ、4枚入れやすいデザインなんじゃないかな。普通にまず4マナ55として出てきて、まあ、次はあのなんか6マナぐらい出てきて、で次8マナぐらい出てきてみたいなので、まあ、どんどんそのおかわり出す系のデザインなんで、で、まあ、自身も55トランプルだから悪くないから、こいつ結構強そうな気はするけどどうなんだろうね。なんか得られるアドバンテージがなかなか絶大なので、うん、期待はしたいところだけど、まあ、4ターン目に出てくるやっぱ4マナ55ってねなんだかんだで強いと思うから、ちょっとこいつは期待したいところではあるけどどうなんでしょうね。なんかこれもシナジーあんのかな。なんか単品完結だとしたらちょっと心もとない気もするけど、まあそのおかわりしやすいデザインではあるんで、そこに期待でございます。まあでもスタンダードパワーなんかな、なんかパイオニアいけそうな気するけどな、ギリギリ。うん、で次のカードで、次のカードが嵐鳥の同士2マナ11速攻加冠でインスタントがソーサリーが1軽くなると、なんかもうすごいな。まあイゼットがやりたいことも全部そうなめしたようなクリーチャーですね。まあすぐ走れてサイズ上がってスペル軽くなるっていうまあどうだろう、まあイゼットの静電術師と比べた時に、まあ、静電術師より元のサイズは弱いけど、まあ、速攻あって加冠あってだから、まあ、このね今回のこのカワウソ加冠みたいなのはセット全体としては結構強いの出るんじゃないかな。なんかあのねこのさっきから見てるカードね全部なんかこっから本領発揮しますよみたいな感じがするのよ。そのラルしかり、さっきの伝説のカワウソしかり、だからまあ速攻で加冠でスペル軽くなるっていうやりたいこと全部揃ってるから、ちょっと今後に期待かな。中でもなんか意図を感じるけど、なんか今までのセットにないぐらいセット全体通して何かをするっていう意図はね感じるんで、プレビュー今まで以上に楽しみですね。で次のカードで、次のカードがクズ鉄刃の暴れ者、5マナ45トランプで積算4達成するたんびにプラ2プラ1修正受けると。ああなるほどね。まあだから5マナで、まあ、66で殴れるっていうことですか。でそうじゃないにしても、まあ、45トランプルなんで、まあ、最低限のサイズもそんな悪くないから、まあ、石器さん4どれぐらい達成できるかちょっとまあさておき、まあ、リミテではまあお声がかかりやすいデザインだと思いますね。まあ、トランプル持ってるでかいやつで大体強いからな。うん、トランプルねリミテにおいてかなり優秀能力だからな。その能力ティア出した時にトランプル意外と高いところにあるからね、 そこで抜ける難点感ってちゃんとゲームに影響するから、こいつは強そう。で次のカードで、次のカードが C15 の工作者、多分これハイブリッドであのあるんだろうな、10種類全部サイクルで古文ので、 C15 の工作者は3マナ23で戦闘開始に給仕しても良いで、給仕するたびにサイズが上がっていくというので、まあ、墓地も給仕に当てられるから、まあ、終盤とかは、まあそうね、墓地コストにサイズ上げていってもいいし、まあ、食べ物がなんかダブついてる場合は、まあ、それで給仕しても良いという C15 の工作者でございました。で次のカードで、次のカードが大嵐の釣り人、3マナ22でクリーチャーじゃない呪文を唱えるたびにサイズが上がっていくっていうので、まあ、これまたまあリミテッド用のメカニズムクリーチャーでございますね。で次のカードで、次のカードは四直の長耳ビルケ、これ新マレアかでかい、待って6マナ44なの、思ったよりもでかかったわ。6マナ44で警戒持ってて、戦場出た時にクリーチャー最大2体対象としてプライチカウンター1個乗っけると、でこれ自身も1を選べると、であなたがコントロールしていてプライチカウンターが置かれているクリーチャーがアタックするたんびにそれの上のプライチカウンターが倍になると。ああ、まあそうですね、だからプライチカウンターで構成されているようななんか生き物とか、そのハイドラ系とかに乗っけると、まあ突如としてカロニアのハイドラ化するから、まあ失直眺めに見るけども、まあ、リミテで突然出てきてその除去をミスったらもう終わりのレベルなので、まあリミテボムという、まあ、部類のカードだろうな。まあ、出てきてでもすぐこいつ除けられたら、まあプライチカウンターだけで終わっちゃうけど、まあそれでもまあ新ワレアらしいデザインではあるかな。新ワレアらしいかな。でも倍はやっぱでかいな。でプライチカウンター倍はね、アメリカントレンドだから、やっぱアメリカの需要的には満たされてるんだろうな、ビルケさん。で次のカードで、次のカード古参の護衛ネズミ、4マナ34で勇士持ってて、勇士達成するとプライチプラゼルと先制と戦術1ができると。まあ、44先生になったら、まあ、急に強くなるんで、で、これ結構コンバットトリックとかでやられるとだるいから、
3-4 で殴ってきて、なんか 5-4 とかでそのブロック行ったら先制持たれるみたいな展開ありそうだから、まあ、なかなかめんどくさいんじゃないかな。そのブロックで立ってでもめんどくさいし、アタック来てもめんどくさいしっていう、リミテのやり取りとしてはもう良いカードですね。で、まあ隣にそのなんつうんだろう、いつでも勇者与えられるようなシステムがあったりすると、もうなんかそのマナとかもね、アドバンテージも失わずに使えるんで、多分こいつはなかなかなんかお目にかかることはありそうで、次のカードで、次のカード、分岐する嵐アラニア、あれこれさっきいなかった、まあ、分岐する嵐アラニア、5マナ3号で呪文となるたびに、このターンとなれた最初のインスタント呪文かソーサリー呪文かカワウソ呪文の場合は、対戦相手1人対象として、そのプレイヤーがカードを1枚引く、俺が選んでもよいと。で、選んだ場合はそれがコピーされるっていうので、まあ、インスタントソーサリーカワウソをコピーすることができるやつですね。ただ5マナ3号で出てきて生きて帰ってくるかっていうのがものすごい怖いけど、でもなんかそのスタンダードってこういうのが生きてくるフォーマットにしていくんだろうな、なんかそんな気がするな。なんかあの今までのさ価値観で見たらさ、いやこんなの除去されて終わりじゃんみたいな気するけど、なんかそうじゃないフォーマットになんか変わっていく気がするな。そうなると今後さ、スタンのカードが出てきた時もさ、見え方変わるから、だそのスタンのカードパワーみたいなのをね、なんかこのタイミングで調整しに来てる感はすごいあるかな。うん、でもかといってなんかそのただカードを弱くしてるってわけじゃなくて、なんか環境的にトロイからなんかそのトロイカードが強いみたい なそういう方にねシフトしていく気がするんだよね。でそうするとなんかあのアグロとかもねまた復権してくると思うんで、なんかあのただカードパワーを下げてるみたいな感じじゃないから、なんか良い感じがするかな。まあ、とりあえずあのスペルコピーマンです。で次のカードで、次のカード、神話レアのカードで、全てを食らうものイグラ、5マナ66で誤報が食べ物1個炸裂っていうね、過去最強級の誤報じゃないかな。食べ物なんかねえよっていう、今までいろんなあの難しい誤報を見てきましたよ。なんか8マナ払えとかさ、なんかクリーチャー炸裂とかさあったけどさ、食べ物炸裂っていう、あまりにもそのマニアックすぎるゆえのね誤報の強さだよな。まあ、ただねこいつ能力があって、これじゃない全てのクリーチャーが全部食べ物化するっていうのがあるから、まあ、対戦相手目線クリーチャーさえいれば、まあ、誤報はいつでも払えると。だからね、まあ、一応食べ物炸裂とは書いてあるけど、まあ、事実上クリーチャー炸裂よりも弱いな。普通に食べ物トークンでもいけるから、まあ、ただ全体食べ物かっていうので、なんかシナジーは生まれるのかもしれない。でさらに食べ物が戦場から墓地に置かれるたびにプライチカウンターに乗っかるんで、まあ、自分が普通に食べ物を食べたりしても、まあ、サイズ上がるし、まあ、相手のクリーチャーはまあイコール食べ物なんで、除去打ったりしてもサイズ上がるっていう、まあ、5マナ66で、まあ、レシオもいいし、まあ、除去耐性を持ってて、うん、面白いデザインだけど、まあ、どうなんでしょうね。まあ、これとかなんか典型的になんか今後のマジックのなんかそのスタンダードのカードパワーをなんか変えていきますみたいな感じはする1枚だけどな。なんか今までのね、やっぱセット全体通して思うのが、なんかカードパワーが低いんじゃなくて、なんかその方向性が違うなっていう感じがするから、まあ、それがこれからのなんだろう、そのスタンダード再生に向けた動きなんじゃないかなっていう気はしましたね。はい、というわけでこれまだ最後じゃなかったわ。なんか最後のカードの気持ちで気持ちで話してた。で次が住居の長、5マナ32で出た時に11のウサギが2体生成されると。あ、なるほどなるほど。まあ、まあ以上か。まああの図書カードとかのイラストになってそうですね。で次のカードで、次のカード、ゴミの策略家ムエラ、3マナ24で第一メインフェーズ開始時にコントロールしているアライグマの数だけマナが出ると。で積算4達成するために3点ライフ得る。で積算8達成するためにライブラリの上のカード2枚追放して次のターンまでプレイできると。で積算8って別にあの合計で8いけばいいから、8マナのカードっていうか8マナ分使えば何でもいいんで、ただし呪文だけか、呪文で8マナ分使ってればいいから、まあなんかなんだかんだで達成するんかな。まあ3マナのマナクリ兼終盤はアドバンテージ得られるっていうので、うん、強そうな感じはするけど、まあ、どうなんでしょうか。でこれ配信でも言ったけど、並び替えるとあのエムラになるっていうので、今回のもしかしたら黒幕かもという話が少し出てます。まあ出てないけどね、出てないけど俺はそう思ってるよ。で次のカードで以上か。まあそんな感じで、これが素晴らしきブルームバローだ。どうだい人間諸君、欲しくなっただろう。そう、この忙しくてもう時間がなくて疲れる人間社会に飽きたそこの君、ぜひこの機会にブルームバロンに来てみてはいかがだろうか。というわけで、まあ、今日の動画は以上になります。こんな感じで、まあ、鳥さんフェイスでね話してるのは実は死ぬほどあの息が疲れるのでもうあのナドゥを見ることはないかもしれないけど、ぜひあのね今日僕と会った君たち
ナドゥのことは忘れないでくれ。そう、人間は忘れやすいから、だからね、ちゃんと覚えて帰れよ、覚えて帰れよ。お前の脳みそに直接私の記憶を植え付けてやった。